ラウマは、フィンランド西岸に位置する人口3万7千人、ほどの都市、サタクンタ県ラウマ郡に属する。トゥルクの北9 2トルポリの南5 0トルに位置する。スウェーデンの法制の下で1442年5月17日に特権を付与された町で、18世紀以来、高品質のレース産業でその名を知られている。古い木造家屋が立ち並ぶ。 ラウマ旧市街はユネスコの世界遺産に登録されている。ラウマが町と認められる前に、この場所にはフランシスコ会の修道院とカトリックの教会があった。1550年にはラウマの住民はヘルシンキに移住するよう命じられたが反対が起き、以降もラウマの町は成長を遂げたしかし、1640年と1682年の大火でラウマの町は、 実質的にすべて海人に返した。その後再建が行われ、今も600件の木造建築物が立ち並ぶ。18世紀に再建された多くの建築物は、ネオルネサンス様式が採用されている。当時のラウーマは、海運業で繁栄していた。1897年には57隻の小船から、なるフィンランド最大の船団を保有していた。物材の主な輸出先は、 ドイツ、ストックホルム、バルト諸国などであった。1890年代には、ラウマに、教員養成大学が作られた。これは後に、トゥルク大学に併合されたが、教育学部は、今もラウマ市内にある。第二次世界大戦後のラウマは、造船業、製紙、パルプ工業、金属工業などを主力とする、工業都市としての発展を遂げた。また、 フィンランド第五位の港でもある。ラウマには独特のフィンランド方言が残っている。これは船乗りの町しての過去に関係して、スウェーデン語や英語から引き継がれている要素を持つ。方言はフィンランド語の主流からは、外れているが、公用語とともに方言も公平に学ばれており、趣味としても実践されている。ありがとうございます。